マブチャンネルのたけちゃんです。はい、こんにちは。はい、今日は何日だ。4月6日か。え、4月6日、はい、4月6日水曜日でございます。令和4年かな、うん、令和ね、4月6日水曜日。はい、本日ね、あの小学校の入学式があるんですよね。で、うちのゆうたくんは2年生なんですけど、あのなんか私 PTA の役員になりまして、はい、あの来賓のあれでちょっとね出席しなきゃダメになったんで、ゆうたくんはいないんですけど、私あの入学式に出席してきます。はい、いいか。とりあえずこんなんでいいのか、まあとりあえずね、あの新1年生ね、おめでたいことにね入学すると思うんで、今日雨もないしな、天気もほんな、まあ、曇りだけどあそこもないしね、ちょうどいいかと思いますんで。桜もちょっと咲いてきてるし。桜も咲いてきか。私、あ、あれが桜。あれあそこさ桜っけど。じゃじゃん。あれおめえ、桜の木じゃなくてもう門造だな、門造。よし、とりあえずね、はい、小学校の方に向かいたいと思います。よし、いやどんな人生くんだから楽しみにして逃げたいと思います。よし、じゃあまたね。よ、じゃあね、無事小学校過ぎました。よし、じゃあちょっとよ、うん、気合いついてくからよ、うん、ね、おめでとう。え、なんか新入生の皆さんもおめでとうございます、うん、頑張って言ってきます、うん、初仕事、はい、初任務か、はい、行ってまいります、はい、行ってらっしゃい。じゃあまた、はい、よ、終わった、うん、はい、いい感じでございます、はい、任務ご苦労。え、初任務ご苦労。いや、なんか喋ったりしたの。何喋ったりしたの。喋ったりはしません、はい、喋ったりはしませんけど、なかなかね、こう慣れないことは疲れるね。まあでもね、無事終わったんで、可愛い1年生がいっぱい入学してきました ね、うん、ね、ゆうたくんの後輩たちがこのままな、すくすく勉強して無事に怪我のないように育っていってほしいよね、みんな、うん、だみんな仲良くだな、これ、うん、校長先生からはね、会長からの挨拶はとっても立派だったと。そう、あんなに喋れるだろうか。とりあえず終わったんで、うち、はい、に戻れます、はい、よし、なんか見慣れてから変だ。いいべ、いいべ。まあいいや、とりあえずじゃあ帰ってくるのは時間なんで店やります。まだ店の準備途中だから。そうなのか、うん、じゃあ急いでやって、うん、よし、じゃあまたで、よー、じゃあね、はい、無事に家に戻ってまいりました、はい、お、お家帰ってきたらゆうたくんがじゃじゃん、なんだこれ、あ、ママに買ってもらったポケモンのカードですね、これ。え、ポケモンカードバトルですか、これ一人じゃできないよね。こんにちは。今日パパ入学式行ったけどさ、コロナのあれでさ、ね、大きい高学年生しかいなかったんだね。あと新入生しか。ゆうたくんらはさっき帰ってきちゃったんだね。ゆうた、これ見て、ちょっとどうパパ変。いや、なんだ元気ねえなおめえ。ゆうた、こっち見て、元気があれば何でもできる。ポケモンカードやりたいんだ、早くね、ね、オッケー。じゃあ今日はね、ゆうたくんは早めに帰ってきて、パパは学校の入学式に行ってまいりました、ね、よし、じゃあゆうたくんも新しいピカピカの2年生だ ね、今度は黄色い帽子とかかぶんなくていいんだな、ね、お兄ちゃんになったね、ちゃんと1年生に優しくできますか、できますか、はい、なんともない、元気にいいなおめえ、なんか早くゲーム、ポケモンカードやりたいみたいです。あ、そういうことで、ね、本日は入学式でございました。ね、よし、本当、今年度入学した皆様、本当におめでとうございます。ね、楽しい学校生活を送ってください、ね。よし、じゃあまたそういうことで、何があったら動画作ってきますので、はい、また皆様会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。